田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。このビデオは8月の18日の午後に撮影をしておりますが、この後私網膜剥離の手術を受けるために眼科の専門医のところへ伺います。実は、戦没者追悼式に出席をした8月15日の午後くらい、原稿を打ってパソコンでおりますときに何か、だんだんと視野が、曇ってきて、あたかも殴られた後のような具合になりました。週末でありましたが、夜間の病院に伺って検査を受けたところ、網膜剥離の疑いがあるということで、さらに土曜日にも精密な検査を受け、実は網膜の約3分の2以上の部分が剥離をしているということで、可及的速やかに手術を受ける必要があるということです。幸いにして網膜剥離の手術を数多く手がけている医師の方が本日夕刻から手術をしてくださるということで、そちらの院の方に伺うことになっています。まあ、かつては網膜剥離というものは、ある意味では目の光自体を失うというようなこともあり、また絶対安静を10日ほど、行わねばならないというそうした厄介な病であったようでありますが、近眼であります私、実は高校3年生までは視力は 1.5 あったんですが、さして勉強した記憶もないのですが、予備校そして大学の頃から 0.1 くらいになって、現在は 0.06 くらいの視力であり、もう かれこれ30年以上にわたってソフトコンタクトレンズを着用し、去勢、視力はだいたい 1.0 くらいでございます。検査の結果、網膜の約3分の2ほどが、剥離をしているということで、可及的速やかな治療が必要であるということです。無論大事には至らないと思いますが、田中康夫は長野県知事に就任する前から、ある意味では東京ペログリン人気をはじめとして全ての生活を包み隠さずインフォームドコンセントをするということでありますので、常日頃からこの田中チャンネルをご覧の方々にも、本日8月の18日の夕刻に網膜剥離の手術を受けるということをお話をいたしたいと思います。本日の夜はまあ安静にして、明日明後日と術後の検査を受けて、その後さまざまな仕事を含め、こうしたものに支障がない形で早期に復帰をいたしたいと思います。いずれにしても、ひるまず屈せず逃げずの危害を抱く新党日本の代表として、これからも皆さんと共におかしいことは一緒に変えていこう、こうした新党日本がさらなる飛躍をするためにも、早期発見早期治療を本日行わせていただくことを、まずは田中チャンネルをご覧の方々にご報告を申し上げます。